ちは、大久保留美です。土田玲陽です。南咲です。2021年7月12日月曜日に開催しますザ・朗読令和人間椅子26夜参りに出演いたしますが、先ほどリハーサルが終わりました。どうですか？無理やりイエーイって言いましたけど、イエーイっていう作風ではないんで、まあ、全然ね、あの元々の江戸川乱歩の人間質もですけど、まあ、全然あの笑うところなどない、はい、終始気持ち悪いというか、だからせめてこの動画だけでも明るくしようと思いました。明るくやっております。音声だけだけど、でも声優だからね、明るいだろ。なんかあるここが見どころだよみたいな。はいはい、あ、どうぞどうぞ、はい、生演奏です。あー、素晴らしい。それ大事、そういう大事なこと忘れないの、いいことだよ。はいはいはい、どうぞ。あと、これはちょっとネタバレになるんですけど、衣装に注目してほしい。あー、なるほどね、はい、なるほどね。一応お揃いというか揃えてね、はい、うん、用意もしてますから。はいはい、おー、すごい、みなみちゃんめっちゃ仕事してくれる。すげーじゃん。はい、とりあえず土田さんが気持ち悪い。それシンプルな悪口じゃん。これは褒め言葉だから。褒め言葉、まあ、この作品に関しては、はい、この作品ならではの気持ち悪さでやらせていただいております。はい、はい、そんな感じですかね。そうですね、はい、そしてですね、なんとライブ配信もこちら決定しております。あ、現在配信チケットが発売中でございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。そして改めまして、2021年7月12日月曜日、ザ・朗読令和人間椅子26夜参り、チケット購入など詳細につきましては概要欄からアクセスできますので、ぜひよろしくお願いします。揃わないな。いたしますって書いてある。